皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回のテーマはこちら、日本のカメラ市場は分断されてしまうのか、カメラ業界って今ぶっちゃけさっていう話をしていこうかと思います。Z8 とかね、Z63 とかね、まあ X100V ですね、富士フイルムさんの、ああいったカメラの登場でもう明確になりつつありますね。カメラに求める内容であったりとか、まあいろんな機能をね、高性能なものをボン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 追加してくれてね、次出てきたカメラはこんなことができますっていう、まあ新機能っていうんですかね、すごいハイスペックっていうものを出してくれて、スチルもムービーも任せてちょうだいよっていうね、オールラウンダーな、まあ、カメラっていうものがどん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 出てきている。でそういったカメラが今後どうなっていくのかなっていう考察の話です。支持されるカメラ、私たちが求めているカメラ、今後カメラが視聴者消費者になんかね、応援されるというか、そうそうそういったカメラを使いたかったんよっていうね、支持されるカメラのあり方ってちょっとずつ時代とともに変わるんちゃうのかなってのが私なりの考えなんですけど、一人のね、あくまでカメラ好きの考えでございます。ランチ食べながら、今後カメラってこういう風になってんちゃうんかなって思うぐらいの話なので、もう教養の一つとしてね、ああそういう考え方もあるよね、でもね、じまさん私はこう思うわぐらいの感覚で聞いていただけると嬉しいです。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めまして、じまでございます。一つ目、カメラは贅沢品に戻りつつあるのか。二つ目、誰向けのカメラなの。三つ目、カメラメーカーの未来。この三つのね、区切りで今回お伝えしていくんですけども、一つ目、カメラは贅沢品に戻りつつある。それこそね、すごく昔になってくると、まあ、月給の何ヶ月分、まあ、結婚指輪とかちゃうけどね、カメラももう給料の何ヶ月分やっていう風に表現されることが多かったんですね。で私がそれこそ学生時代にカメラなんかを始めてると、今のカメラってだいぶ安なったんやなって、おっちゃんらの時はな、もう2ヶ月3ヶ月貯めてやっとカメラ買えるかどうかやったわと、今の子はなんかデジタルカメラ注文になって結構簡単に学生がね買えるぐらいになったから、ええ時代になったのって言われるのが私が学生とかの時やったんですよ。でもそれが今ちょっと違和感ありますよね。いや学生手届かへんけどカメラ今高すぎひんっていうのが、まあおそらく新製品のねカメラで、フィルムカメラとか中古のカメラやったね、それこそ先日商店街の中にあるねカメラ屋さんとか見に行ったら、まあ2万とか3万とか5万で動きますよっていうものであったりとか結構出してくれて、ただ中古やけどねっていうところはあるので、まあ買い方次第かなってのはあるんですけど、新製品を求めていくとちょっと学生にはちょっと厳しいよね。10万円って言われると、10万あったら友達と普通に旅行行くよっていうのが感覚的にはねあったりすると思うし、車の教習所のね免許のこととか考えたら10万円カメラなんかに使っとられへんっていうのがね、まあ本音やと思いますわ。私自身もそうやったしねっていうところがあるので、お仕事でカメラを使う方と趣味としてねカメラを使われる、まあ写真を撮られる方ってちょっと考え方が、なんていうか、物の捉え、カメラに対する捉え方が違うんじゃないですか仕事道具って割り切って使っちゃう、経費で使っちゃうっていう人と、趣味として楽しむって人はもう違うので、まあ、どれが正解ってわけではないと思いますし、もう昔は趣味やった、今は仕事やし、逆に昔は仕事やった今は趣味っていう人もいるかもしれんから、まあその一概には言えへん話にはなるんですけどね。やはりそのカメラ、特に高性能なミラーレス一眼カメラの価格が高騰していますね。入り口10万円。うん。まあ Z30 だったとしても、ボディ単体で頑張って安く買うと8万円ぐらいかなっていうところと、先日の Z6 の3型 Z63 なんかはざっくり、2499ドル。100円時代、まあ実際110円時代か、私らが知ってるのって昔100円時代やとかざっくり計算すると2499ドルやから、まあ25万円ぐらいで、25万円ぐらいで Z6 の3型がもう Z6 の2型と据え置きの価格で買えるんやったら、ドルで生活してる人らはお買い得やねっていう。でも
私ら円で生活している人からすると今160円突破したでしょ。今日もなんかテレビ見てると昼頃にピピピピピピ言うて、なんや地震かと思ったら地震また東京だったみたいけど、皆さん大丈夫ですか？あの東京とかの地震なのかなと思ってパッとテレビ見たらですよ、日経平均が4万900円が何ぼか超えたみたいな。知らん私らの生活に直結してないやないか、今回のこの日経平均の一番の上値超えたんわっていう昔のバブルはどんなんやったんやってのが毎回思うんですけど、今160円ぐらいのね円安と、まあ日経平均4万円超えてるっていうところで、まあなんか数字上で見るとどうなんやろうってところがねあって、今まで生きてきた中でこんなに円安と日経平均がごちゃごちゃな状態って私生まれたこの方見たことないんですよ。比較的安定した円の価値、円高円安がそんなに上限なくマイナス金利が常に動いてた、失われた30年ぐらいに生きてる世代なんで、別に失われた30年じゃなくて共に歩んだ30年なんで、今までが普通やったんで、逆にここから円安とか日経平均上げられてもようわからんのですけど、今160円でしょ、ユーロ170円とかになってんのかな。なのでまあ2500ドル、100円時代やったら25万円で買えてたけど、まああくまで可能性ですよ、あくまで可能性なんですけど、160円時代やから、まあ Z6 の3型の価格は2500ドル、2499ドルに160円シンプルに掛け算して40万円ぐらいの着地、まあ価格相応なんじゃないって。カメラニコンがボってるんじゃのうて、円が弱なっとるだけっていうね。で Z8 こっちですね、このカメラなんかは3499ドルなんですよ。円が100円やったら35万ぐらいで買えるんやったらめっちゃ安いなってところがあるんですけど、だって私これ60万弱、59万9800円、なんかそんな感じ、60万ギリギリ切るぐらいの金額で買うてるんですよ。え、20万もちゃうのって思ってね、まあびっくりするんですけど、それも160円で3500ドルかけると56万円ぐらいなんですよ。妥当ですやん。だから多分 Z8 って1年前のカメラなんですけど、おそらく1年前にちょっと高ない Z9 フラグシップに対して割高感あるよなって結構言われてたじゃないですか、 Z8 って登場した時にね。だから動画機能削ってちょっとでも安してやっていう声があったとは思うんですけど、 Z8 ってもう160円時代を見越して日本円で価格つけてたんかなってのが、なんとなく1年後の今になってね、まあ分かってきたと。でこれがあくまで100円なら25万円とか100円なら35万円で買えてたよねってか買えたかもねっていう可能性の話なんでね、あくまでまあ日本円で生活する私らにとってはどっちかっていうと、これから180円とか200円になられたらきつい、こっちが70万でしょ、で Z6 の3型が今40万が200ドル、円安200になると50万。もう一つ目のテーマ、カメラは贅沢品に戻りつつある。だから昔それこそね、カメラ持ってて近所のおっちゃんらに、おお、カメラやってんのか、おあっちゃんらが若い時にもカメラっちゅうもん流行ってのって、でも一般の人が持てるもんじゃなかったな、やっぱ同僚の人がカメラ買った言うたらみんなでちょ見せてや言うて見てるだぐらいやわいう話を聞いてて、へえ、おっちゃんその時代テレビって一家に一台あったん、あるかんな、もうテルやんて、もうちょっとええとこの子が持ってそれをみんなで見に行ってたんやっていう時代は話聞いたら、へえそうなんやな、おっちゃんオールウェイズ三丁目の夕日やな、あれあこまでは降るないっていう、あそうなんや、ちょっと違う世代なんやな、うんみたいな感じで、若干自分の中で世代感が統一できてなかったんですけど、オールウェイズ三丁目の夕日よりちょっと後どうなんやろなっていうところがあるんですけど、なのでまあ 2,3 ヶ月分の給料で買うと。なので今ね、まあお小遣い貯めつつ2、3ヶ月分の給料バイト代とかでカメラがやっと買えるってなると、カメラは贅沢品に戻りつつあるのかなってところがあるんです。でその分ね、国外みたいにその賃金もね、働くお金、働く賃金も上昇すればいいんですけど、まあ、ニュースではね 5% アップですごいとか言われてるけど、実際大企業様であったりとか、まあ賃上げもね、その恩恵を受けてるところはきっとあるんでしょうが、私の世代の私の周りには一切影響ありません。賃上げ、いやないけど、今んとこは未来はあるかもしれんけどどうなんやろうなと、まあ実際中小は厳しいよね
ていうか、私の場合もなんですけど、まあ、3月までサラリーマンやったんでね、普通に会社に出勤して8時間働いて往復2時間3時間ぐらいかけて112時間は仕事使って、で疲れてパターン休でも YouTube 投稿みたいな感じをしてた生活をしてたんですけど、確かに賃金上昇自体はあったんですよ。500円とか1000円とかの話だけどね。で年末調整ってあるじゃないですか、最後のね、一緒なんですよ。なんでかっていうと、基本給をまあ上げてくれてるのはありがたい、賃金上昇でね、ボーナス下げるんですよねボーナスで調整、いやそれは業績がとか言って、いやバリバリに昨年対比 120-130% ぐらいで突破してんのに、それで業績がって言われたらどういうことでしょうなのでやっとれっかっていうのがまあ正直なとこですよね。まあ、なので賃金上昇には数字上はお答えしているが、私ら働く側の身からすると年末調整で見ると、まあ、年収ベースで考えるとボーナス下げられて調整かけられて年収は変わってなかったっていう人も多いと思います。結構ご飯食べながらそういう話をすると一緒やわっていうか、うちなんて逆にボーナス減って去年より減ったで、えなんでって言ったら採用コストが増えてさ、そっちに持っていかれてさみたいな、みたいなね話があって、まあね、ほんまに年収が上がってるかどうかっていうのは皆さんね手取りで確認するのがよろしいかと。なので見た目上上がってても1年間のお金で見ると上がってるかどうか別なんでね、そのあたり会社ってうまいんで、まあプロやからね、そういうのをやりくりしてきてるから残ってきてるんやけどね、会社っていうのは。なのでその辺ね、しっかり確認されるのがいいかなっていうところです。でこうなってくると Z6 の3型が40万円でしょ、買えない高いっていうのが、まあ、本音じゃないですか。先日もねカメラの、まあ、レクチャーであったりとか、レンズのねレクチャーのイベントに記録係のスタッフとして参加させていただきましたが、やはり、Z6 の3型、まあ出たね、買えんけどから、買えへんから興味ないわっていう、まあ、反応も多かったです。新製品がどん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 出るのはいいと思うよ、ニコンが元気でねカメラ事業撤退せんでよかったやんっていう、そういうなんかもう蚊帳の外というか、もう別世界のもの、新製品は新製品で追っかけて、 Z6、Z5、Z7 の初期型で今でも楽しんでるよ、だからレンズをいろいろ試してみてレンズレクチャーを受けに来たんやって話をねお伺いしたりとか、なるほどっていうところがあって、やっぱり Z6 シリーズでさえですよ、言うたらスタンダード機じゃないですか。ニコンの中のミラーレスの入門機が Z の5のね、フルサイズでね、フルサイズで入門機が Z の5で、スタンダード機が Z6 っていう位置づけで、スタンダード機がもう手届かんのですよ、どないしてくれるんっていう話じゃないですか。 Z6 の3型 Z6 シリーズ、やっと背伸びして買えるカメラが出たぞ、40万買えるかっていうのがほんまじゃないですかっていうところがあるので、なんとなくねもう新製品が出ても高くて変わらへん時代になっとるのみたいな。でもっと言うと今のところまだですが、まあゆくゆくはフラグシップ100万円時代も来るんじゃないのかなっていうのは思ってます。だって円110円時代の3年とか前にフラグシップ Z9、Z9 が、まあ、69、まあ、70万弱でしょ、流通63ぐらいで出たんかな、69で 10% で63万ぐらいで110円時代でしょ。じゃあまあ160円180円になってたら、ざっくりまあ 1.78 倍ってなるとですよ、90万後半で200円時代になるとフラグシップはもう100万円ってのはあり得る。でキヤノンのEOS R1 はいくらで出てくるのか、これめちゃくちゃ注目してます。もちろん EOS R1 ね、開発発表があってオリンピック間に合うかどうかそもそも気になってるけど、まず EOS R1 ってものが、100万切るのかどうなのか、もしくはフラグシップ機100万円いきますっていう風になるのか、センサーのところってキヤノンさんって自分で作ってはるんかな、多分その辺は公表はしてないとは思うんですが、ごめんなさいね、あんま公表してるかもしれへんけど、その東芝やったかな、ソニーやったかな、なんかそのまあ受け継いでるものとそれを得意なところに任せて作ってるカメラメーカーさん、センサーは得意なところにお任せして、まあ、買ってとか作ってもらってっていうので作り上げてるメーカーさんと、やっぱり自分たちでセンサーも作っていくよっていうメーカーさんがあるとした時に、自分たちで作っていくよっていうメーカーさんがやはり得意なところに外注して最適化図ってるところと、
価格を並べれるのかっていうのはちょっと気になるところがあるし、技術的に追いつけ追い越せなのか追いつけないのかっていうところもすごく気になるし、なのでキヤノンの EOS R1 っていうのはいろんな意味で注目しています。価格も気になるし、そのソニー勢に対する EOS R1 フラグシップ機っていうのがどういった切り口でぶつけてくるのかっていうところですよね。なので100万円で EOS R1 が出てくるのかどうなのかってのはすごく注目。 EOS R1 が100万円で出てったら多分アルファ1合ってるソニーはアルファ1やね、9はあれフラグシップじゃないもんね。なのでアルファ1で EOS R1 でニコンは9なんですね、9番なんですよね、合ってるよねっていうところで、アルファ1がまあ新しいの出てった時にもしかしたらフラグシップ100万円超えるかもしれんし、まあニコンも Z9 の2型、 Z9 はあの Z マウントのシェア巻き返すためにばらまいたマキエカメラやけど、マキエフラグシップやけど、9の2型はもう100万いきますってのもおかしくはない。一方で富士フイルムなんかは高級コンデジか、まあニコンも含めてね、国外での販売にすごく力を入れていると。国内流通はほぼしとらんけど、国外に向けてはバンバン普通に売られてるっていうねところがあって、まあ国外に販売に力を入れて売り上げの最大化を図るっていうのは理解ができます。営利企業やからね、あの株式会社株主様に向かってね、やはり利益を最大化してなくちゃいけないので、営利企業なので売上の最大化を図る、もう日本市場はちょっとね相手にしないっていうのはもう露骨に出されてしまうと寂しいけどね、こっちとしては。でもじゃあそれで社員の生活守れんのかとか、カメラ業界の争いに勝ち残れるのかっていうと、やっぱりまあ国外シェアってものを大事にするっていう気持ちも、まあ普通に社会人としてまあやってたらわかる部分なので、感情的なところとその理屈的なところってどうしてもね一致しないというところがあるんですけどね。でそれであれば日本市場だけ安くして、国外からのまあなんていうの、国外あの観光地みたいな、それこそ姫路城とかがね今話題になってますけど、国外に向けた金額と国内に向けた、まあ、金額で買えようやっていうところが、まあ、あるというところもあって、じゃあカメラも国外に売る値段と国内で流通させる値段変えたらええんちゃう、日本国内では安くしてやっていうね話があったりするかもしれないんですけど、これ転売につながるんですよね。仕入れって言った方がいいかな、もう転売というか仕入れやね。日本で安く買えるんやったら日本円でガッサー安く買うて国外にバーン売っちゃうっていうね、もっと私らが買われんくなる時代になっちゃうので、まあ今のニコンのドルベースの考え方っていうのはまあ正当か、逆を言うとドルベースでやってくれてるから国外の人が日本で爆買いをするメリットがないから、逆に流通コストとか考えたら多分向こうで買った方が安い、国外で買った方が安いからね。でこれはこれでドルベースで考えて高いっていうのは意外と私らがカメラを今以上にゲットできる状況を作ってくれてる、もう今すでに手に入らん状況からもっとほんまに手に入らん、プレミア化するで私らがメルカリとかそんなとこが転売で買わなあかんのかみたいなね、まあ、状態になるっていうのを意外とこのドルベースのやり方っていうのは防いでくれてるので、まあカメラに関して、まあ、車とかパソコンパーツとか、まあ、そういった全般やと思うけど、日本人価格を作るのは観光地とかね、それこそなんか国外価格国内価格を作るのはできるかもしれんけど、この物品っていうの物販に関してはちょっと難しいかなってのはあります。なので今あるカメラたちを日本向けに価格を下げてくれってのは難しい。であればやっぱり別動画で解説した通り、もう Z6 の3型は私らの手の届かないものになりました。はい、以上で ZF、Z5 の2型とかの頑張ってやっぱり25万からアッパー30万以下で買えるフルサイズのカメラで、もっと言うと DX 機もまあ5万は無理かもしれんけど10万以下のカメラが並ぶ状態になるといいかな。なので60万80万100万とかのカメラはもうお金持ちか国外の人が、まあ、使ってもうて、国内の私らはもう Z5 ZF とかで楽しく撮ろうやっていう時代になってんのかなっていう感じです。なので ZF が今あるからそれでも救いかなってニコンは思ってます。それさえもないメーカーさんってあるからね、逃げ先がない、
八方塞がりのメーカーさんってあると思います。でそういった方が結構 ZF とか Z6 の3型に流れてきているから結構最近相談多いし、レンズどれ買ったらええのって話が来るから、キャッシュバックのタイミングもあるから結構最近ねレンズの動画上げてるのもそういったとこです。なのでまあ ZF がまだ逃げ先としてニコンはあるので、避難先としてねまだ恵まれてるメーカーかなって思います。でもっと言うと Z5 の2型ですよね。もう連写いらん、高画素いらん、動画もいらん、とにかくもう持ちやすくて操作しやすくて、まあ、600-700g 程度でフルサイズで楽しめるカメラとして、機能を抑えつつ XP の7世代目を積んでくれたら嬉しいけどねっていうところで、まあ、SD のダブルスロットで OK、 まあ連写せえへんからね。で高画質なら 8K とかも 6K とかもいらんっていうところもあって、まあ、横チルトぐらいで、 ZF がバリアングル、 Z6 の3がバリアングル、 Z5 の2型は横チルで、まあ、出てもらったらいいかなぐらいの感じです。なので Z5 の2型とか ZF がせいぜい頑張って買えるカメラだよね、これが現実だよねっていうのが浮き彫りになったのが、まあここ最近なのかなっていう感じですよね。2つ目、誰向けのカメラなのかっていう話なんですけど、このチャンネルではですね、こういった形で撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしております。2024年上半期ね、6ヶ月の間に260本ぐらい投稿しました。毎月40本ぐらいのペース、6、4、20して240本ぐらいからね、だいたい40本ペースで毎月投稿しております。毎月30日しかないんやけどね。そうなんですよ、1日に3本投稿する日もありますので、260本ぐらい投稿して、まあ年間500本出すかっていうとまたちょっと別の話にはなるんですけど、まあこのペースで来ているので毎週更新、毎日更新ぐらい続けていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録で応援してください。カメラに関する情報は、まあ、ラジオ感覚でバーって話しているので、3万人、5万人、10万人と登録者数伸ばしていこうと頑張っております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。そやね。あとはこれや。写真集。ジマチューブセレクトボリューム2、できております。もう出荷までだいぶちょっと落ち着きました。なので発売前というか完成前にも予約でわっさーもらってた分ですね、しっかり出荷し終わりましたので、ちょっと今、余裕ができました。やっと、落ち着けたというところがあります。でボリューム1ボリューム2ですね、どちらも写真集用意しております。72ページ80カットボリューム2は組写真が多いので90カット、ございます。フルカラー7色印刷で作っているものになりますので、ぜひね、ご興味ある方、概要欄にリンク貼っておりますので、ご購入いただけると嬉しいです。レターパックで白い箱に入れてね、折り曲がらないように出荷しておりますので、そのあたりね、しっかりしておりますので、ぜひ、ご購入いただけると、一番後ろのページにサインとエディションナンバーみたいなものも、書いておりますので、ぜひチェックしてください。もう、ベスト写真というよりかは、何度も読み返する私のお気に入り写真集かな。という形で作っております。今ねボリューム3もちょっとプロジェクト動き出しておりますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。あとオンラインサロンもねあります。ジマチューブコミュニティって言ったところでね、サロンメンバーさんとカメラとか写真に関する交流をしたりとか、ご自身のねお写真毎月投稿していただいて、それに対してフィードバックするとかね、そういったところもありますので、ぜひオンラインサロンジマチューブコミュニティも、まあ、月始めが結構ね日割り計算で入っていただくとお得なので、ぜひ月1で私もフィードバック動画みたいで、オンラインサロンメンバーさん向けのね動画であったりとか、まあ SNS に上げるものとは別のサロンメンバーさん向けのものも投稿したりしますので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいかなと。なのでチャンネル登録は無料でできる応援ボタンなので、ぜひ絶対でお願いします。で、写真集とオンラインサロンは興味がある方が、チェックしていただけると嬉しいです。では2つ目ね、誰向けのカメラなのか、難しいですよね。まず私たちにこの今出てくるカメラたちは向いてくれてるんですか。一部は向いてるかもしれん、でも多分どっか違う誰かに向いているだろうっていうのは多くの方がね、認識されてるかと。で逆に Z6 の3型はどこの誰に向いてんのってなった時に、結果ソニーからニコンに移りたい人向けカメラにもなってたなってのがすごく印象としてあります。もちろんニコンのね今までのミラーレス一眼を使い続けてる方で、やっと Z6 の3が出てくれた、もう買うよっていう方もいらっしゃるのは存じ上げております。でもっと言うと Z6 の3型こうじゃなかったんじゃない、これやったら Z7 の2型もしくは Z5 の2型を待つわっていう方もいらっしゃる。なので全員に納得いただけるカメラを作るっていうのは難しいと思います。まあパソコンみたいに BTO でね、なんていうの、ビルトオーダーっていうの、
カスタマイズ注文、私はバリアングルじゃなくて縦横4軸チルト早プラス1万円とか、動画機能 6K いらん、もう 1080p だけでいい、マイナス2万円とかね、なんかそんな選べたらいいんやけど、そういうわけにはいかないじゃないですか。なのでカメラでも出来上がったもんで40万ですって言われて買うもんなんで、まあ、どこ向けの誰に向けたイメージをしてね、誰が使うカメラなのかっていうのはね、すごく話題になりがちですけども、ここ最近登場する多くのカメラってスチルとムービーに対してですよね。やはり高性能であったりとか、まあ何でもできるよって、もう Z6 の3型が分かりやすい典型例なんですけど、標準のスタンダードが 6K 撮れて、連写あんだけできて、 EVF あんだけ綺麗で、オートフォーカスもこれぐらいはできるよ、で40万っていうのがスタンダード機として出されたという形で、スチルムービーに対してすごく高性能であると、もう内部収録のねロー動画が撮れるっていうところでね、まあ、あの今回ニコンさんがなんか Z6 の3と Z8 の N ログのサンプルムービー上げてるので、もし興味ある方はねダウンロードしてみたら、あでもねニコンイメージング会員限定やったな、私も速攻ダウンロードして、あええやんこのサービスで、もうそのままローファイルも上げてくれたらローデータちょうだいって言ってくるコメントなくなるかなとか、あったとしてもこのリンクからダウンロードしどうぞができるから、ちょっとニコンさんぜひやってほしいなと思うんですけど、そういった形でスチルムービーどっちもまあ高性能になってるよね。で結果熱耐性ってのがずっとここ 2,3 年の話題になってるじゃないですか。最近はそんなにネタにならんなったから面白ないんですけど、カメラって動画撮ってると熱で止まるでしょめっちゃおもろいじゃないですか動画回しとって熱で止まるってなんやねん。だからそれやったらビデオカメラ使うわってのがもうね、ちょっと前からネタになってて、最近はなくなったかな。で Z9、Z9 なんかはそれでも止まらへんっていうのでアンストッパブル、ニコンすげえって、ファンついてないのにほんまに止まらへんわ。 Z8 はね、止まらへんじゃ止まらへんけど、ホットカード、あの熱熱いよっていう表記が結構早めに出たりします。他のカメラもそうかな、結構熱くなってますよっていうのがね注意書きとして出たりするっていうところがあるんです。なのでやっぱりこのファンのないカメラで 4K とか 6K とか 8K を撮り続ける、ショートクリップでね、私みたいに30秒とか1分とかに3分ぐらい使って、その後からポポって切って、つなぎ合わせてポーンであれば、全然問題ないんで、私自身は特に問題ないんですけど、やはり長回しする方ってなると、もう Z9 一択になっちゃうんだなってのは見てて思います。Z8 でいけますけどね。ただこれから暑く、だって今日も30度超えて、なんかもうほぼ夏日みたいな温度でしょ？なので、どんどん熱、外が環境暑くなってくると、カメラの収録動画が撮れる時間も短くなっていくと。でファンレスこだわってるんでしょ、もうファンつけたらええやんっていう。で中にはもうあのどこやったっけ、グランジやったっけかな、スモールリグやったかな、ファルカム、どこでしたっけ、ジーユンでしたっけ、なんかこうバリアングルでカメラペコって出したとこになんかこう扇風機みたいなのがあって、パソコンの下からファン当てるみたいな感じでパコってつけてファン回すみたいな、結構売れてるじゃないですか。そんだけやっぱ熱って体勢ってすごく重要で、カメラが側でファン入れとらんから外から冷やすしかない、物理的にねっていう対策を取ってるじゃないですか。でもねやっぱシネマカメラとしてブラックマジックデザインなんかで結構利用させていただくんですけど、まあキャプチャー系とか動画系は、まあダヴィンチリゾルブなんかも含めてやけども、ブラックマジックデザインはすごく強いなってところがあって、今 BMPCC って言わんのかな、ポケットが抜けて BMCCカメラになるのかな、ブラックマジックシネマカメラ、ポケットが抜けて、前まで ブラックマジックポケットシネマカメラだったんですけど、ポケット入らんやんっていう、でかいやんっていうところがあって、ブラックマジックシネマカメラっていうところになってる。でこれはバッテリー全然持たんのですけど、電源入れると中にファン入ってます、ファイーン言います。そうなんですよ、だから動画でしっかり撮ろうと思ったらファン入れな、しゃーない。で横に空気口みたいなのがあって、換気扇みたいな風抜けるねところがあって、電源入れると静かにファイーン言うて熱上がったらちょっと回転数上げてくるみたいなね。まあ音入るから嫌だってのもあるかもしれないですけど、それより止まらへん方が大事やからねっていうところがあるので、まあ冷却ファンを入れたらいいけど、今のところ一眼カメラでファン入ってるやつってそうそうない。シネマカメラやったらあるけどみたいな。なので動画性能は大事なんですけど、なんかもう物理的に無理ゲーじゃないっていうのが正直あるんですよね。ファン入れてしまえばいいけどね。あとはもうめちゃくちゃキンキンに冷えるなんかがあればいいけど、そういうわけじゃないから。なのでもうそれこそ CPU 増やすみたいにね。クーラーボックスみたいなのがあればいいけど、そういうわけではないので、もうこうなってくると動画機能削り落としたらええんちゃうのが、
普通の発想じゃないですか。え、動画熱持つん？熱なんの？で、動画機能を意識しすぎてデカなったりとか、なんか放熱体制考えてなんか開発時間遅れたりとか値段上がんの？別に誰が動画欲しい言うてんの？いらんっていう人からすると、それは ZF とか Z5 の2型でいいよってなりますよ。それはそうです。で、そこに動画が欲しいって方は、じゃあ動画が使えるカメラを使えばよくて、逆に動画が使えるカメラが欲しい人はニコンとかに対してですよ、いやスチル機能いらん、でかいだけやないかっていう、そんなところに金いらんから、金いらんとか表現悪いね、コストを割いていただかなくて結構でございますので、スチル機能だけに特化させたカメラを、製造していただけると大変ありがたく存じますっていう、まあ、そこまで綺麗な言葉使う動画クリエイターおるかわからんけどっていうところで、もうスチルとムービーってやっぱ結局のところ混ざり合って得する人と混ざり合わん方が得する人っておるので、この辺はっきりさせた方がいいんちゃうというか、ここまでカメラの値段がね上げられてしまうと、どっかしらで切り分けて最適化したもうスチルだけのカメラですみたいなものを作らないと、ちょっと苦しい選択肢としてね、カメラ購入する時の苦しいってのは事実としてあるかなってのもあります。動画性能もちろん大事ですよ。でもやっぱ 4K30p とか 60p とか、まあ、4K120p 撮れたらいいけど、まあでも正直 1080p の4倍スローとかでも十分っちゃ十分じゃないですか。でもっと言うと、アクションカーみたいに間取って 2.7K ぐらいでいいっすよ、ぐらいの感覚でね使ってもらうといいかなって。なので動画って使わない人からすると強制搭載された無駄オプションなんですよね。なのでそれは困ると。で、私の周りも結構スチルがやっぱ多いので、まあ動画もね、ただ動画メインっていうよりかどっちかっていうとスチルだからっていうところで、動画機能そんなメニューも見たことないわっていうのはね多かったりするので、まあ、ジマ君のあの設定動画見て、動画ってそういう機能があるんや、へえ、あってねえた、ほうみたいなね感じやったりするので、まあそのオーダー時カメラ買うときに動画機能を削って20万ほど安くできたらいいのになーってのはちょっと思ってたりもまあします。だって実際 Z6 の3型がありえない話ですよ。ありえない話やけど、ムービー機能全部いりませんってなって20万円ですって言われたら買うでしょ買うでしょ。なので、あ、 ZF より安いってなって買うでしょ。まあありえへん話やけどね。実際スチル機能削ってほぼコスト下げられへんから、もう動画機能積んだ状態でこの値段で出してますっていう説も多いから、まあなんとも言えんけど、まあ一方で小型軽量かつ高性能なコンデジ、まあ、あ、DLUX8 やったかな、ライカから出ましたね、また。あれ、もう発売されたんかな、結構話題になってるね。あれですよ、何やったっけ、出てこい、X100 の6型。富士フィルムのね、X100 の6型の新しい高級コンデジとか、あとはライカの DLUX とか、もう30万円当たり前やね、コンデジが。コンデジが ZF とほぼ、ね、同じ値段ですよ。っていうところがある時代になっていて、高性能なコンデジとか、まあもっと言うとコンデジも高いからスマートフォンなんかでね、賢く撮影を楽しむっていう若年層も増えている。だからまあカメラってのは好きとか趣味で、俺カメラやってますね、写真好きでんねん、アピール用のものとして飾りとしてアクセサリーとして持つものであって、実際の動画写真ってものは結局スマホで撮ってるよって、でそのままスマホの中のライトルームで現像してちょいちょいと SNS 上げちゃってるよっていう若年層が多いです、増えています。まあこれが現実なのかなって。だってわざわざ15万30万出してカメラ買うぐらいやったら今手元にあるスマホで撮っちゃえばええやんって。でもっと言うと15万20万30万出すんやったらめちゃくちゃええスマホ買えるやんっていうね、容量でかくて撮影機能も強化されたスマホ買えるやんっていうところがあるんですよね。なのでもう今となってはぶっちゃけた話、日本が作るミラーレス一眼カメラってものはコンシューマー向けではなくてビジネス用と商業撮影用なのかな、あくまでクリエイター向けになっちゃってる収録機材感があるなーって感じがしてます。なのでコンシューマーが喜ぶ機能ではなくて、商業としてどのカメラを使っていくか、まあそれがきっと商業だったらずっとお金バン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 出してくれるから、仕事で使うからね。なのでもうそっちに振り切るカメラメーカーも多いんじゃないのかなーってのが正直です。まあ正直ぶっちゃけた話しますと、クリエイター側だったとしても今のカメラって結構オーバースペック感があって、それは興味本位で楽しいってものはあるけど、まあお腹いっぱいなところはあるので、結局落ち着いた時にはアクションカムとか、オズモポケット3みたいなちっちゃいジンバルであったりとか、あとはまあ
DX 機能、気軽なやつとかね、軽くてちっちゃいとか、まあそういったものに結局つくと。で、商業のちょっとしっかりした撮影をしなくちゃいけないなっていう時に引っ張り出す、なんか信頼できる相棒みたいな位置づけになってる。なので若干ハイスペック感にお腹いっぱいなのは事実。なんかいろんなメーカーからいろんなことがバン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 新しい言葉で出てくるけど、だから今回のフレキシブルカラーピクチャーコントロール、ああいうのはすごく楽しみ。なんかもう分かりやすい数字とかじゃなくて、私たちに何をもたらしてくれるの、何ができるようになるの、今までとは何が変わるのっていうところにすごく興味があるから、ニコンの今回のピクチャーコントロールのフレキシブルカラーピクチャーコントロール、クリエイターが出すレシピをカメラの中に入れて、あのローの現像なんかほぼすっ飛ばして、もう取って出しで出せる。もうこれできたら、あとは適用度を選べないんですけど、今のタイム回では、まあ、30% とか 50% とかで選べるようになって、まあ SNS をもうちょっとイメージキングクラウドか Bluetooth かなんかで、まあ、もうちょっと SNS 投稿がしやすい状態になればめっちゃいいんちゃうかなってのは思ってます。なので結構あのクリエイティブカラーあってフレキシブルカラー不安になったわ。レシピっていうはちょっと名称が不安になったから、レシピ、ニコンが出すレシピ機能はすごく期待しているところがあります。え、フレキシブルカラーピクチャーコントロールで合ってる？ちょっと後で調べよう。3つ目、カメラメーカーの未来です。え、こういった状況が続く。どういった状況？え、カメラが贅沢品になりつつある、誰向けのカメラで、今週のわけじゃなくてもうビジネス用途になっちゃってるよねっていう、え、状況が続いている中で、カメラメーカーの未来を考えた時に、やはりこういった状況が続いていると、気軽にスチルムービーを楽しみたい方はスマートフォン、アクションカム、まあ DJI のね、 GoPro なんかも含めてやけど、結構 DJI の Osmo Action 4 とか Osmo Pocket 3 あたりがすごく定着している。なのでもうそのクリエイターインフルエンサーなんかの集まりであったりとか、それこそいろんな観光地行っても、もうカメラこういう状態で持ってる人多いよねっていうところがあるので、逆にジンバルスマホ乗っけてる人おったら、おお、ちゃんとやっとるやんぐらいの感覚ぐらいになってるので、まあちょっとずつ変わっていくんだろうなっていうのがあります。で、面白いのは最近よく見かけるようになったんですけど、スマートフォンのカメラの部分あるじゃないですか、ここね、ここになんかでっかいレンズガチャってつけるみたいな、なんかそういうトレンド起きてます。なのでスマホの前にこういうレンズガチャって、なんかケージみたいなのがあって、パコってはめたらこの位置にレンズが来るみたいな、こんな状態で撮るのがちょっとずつ増えてるし、オファーが来てます。どこのメーカーって感じのちょっと謎の案件がちょいちょいオファー来るんで、ちょいちょいというかもう週 2,3 件来てますねレベルで、まあ、全部断ってるんですけど、何のこっちゃか分からへんし、ようわからんからっていう、ようわからんからっていうか、今んとこ今じゃないって思ってるんで取り扱ってはいないので、丁重にね、ちょっと時代が早いかなっていうところで、まあお断りしてるはいるんですけど、この流れは来るな、来るしかないんじゃないのかなと思ってます。なんでかというとカメラ高いから。なので手元にあるスマートフォンで目的って何やったっけって思ったら、カメラを買う目的っていうのはもちろんありますよ。所有欲があってカメラを買って使って撮るってのも目的としてあるんですけど、中にはやっぱりいい感じの写真を撮りたくてカメラを買うことは目的じゃないと、カメラの難しいスペックとか機能の話されても知らんっていう人も多いんです。だからそういった時に、あのスマホがあって綺麗に撮れる、レンズさえあれば綺麗に撮れるんですかってのがあれば、カメラ、スマホの前につけるレンズがどん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 今ハイテク化して巨大化してるんですよねってちょっとちっちゃい水筒ぐらいあるやんっていう感じのねレンズなんかが出て、今後はスマホの、普通にスマホとして使ってちょっと映え写真撮りたいなって思ったら、カバンからその水筒ぐらいのちょっとちっちゃい水筒、ヤクルトヤクルトよりちょっと大きいぐらいの水筒だから、なんか今ポカリとかでもちっちゃいやつ出てますやん、あのコンビニとかでね、こんなん二口三口で飲み終わってまうやんっていう、ちっちゃい ポケットとかにカバン用に入れるあのサイズぐらいの、ペットボトルぐらいのサイズのなんかレンズ、スマホ用のやつなんかをポコって取り出して映え写真の時だけ使うみたいなね、ところがまあ時代とともに増えていくんだろうなって。でもっと言うと、撮らへん時は普通にスマホとして使えるから、で撮ったらその場でライトルームでちょっといじってさ、インスタグラムポーンって投稿したらいいんでしょ。あ、もう答えこれやなってなってるので、まあ時代は来ると思います。まあそれは正直カメラで写真を撮りたい勢ではないですよ、いい感じの写真を撮ってみんなにいいねもらいたい勢なんですよ。なのでそこはもうしっかり細分化されていくんだろうなってのは見かけます。まあそんだけ案件が出してるってことは、それだけいろんなメーカーが、まあ、スタートアップ的に、まあ、低予算でどん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 商品開発してチャレンジしている領域だと思います。なので目的はカメラを買うではなくて、カメラで撮ったいい感じの写真でいいねをもらう。
なのでスマホのカメラにカメラ用のレンズなんかをつけてカメラ風で撮れるトレンドなんかが起きてる。でもう一度言うと、もうカメラで撮りたいけどスマホでそう撮るんじゃなくて、もうフィルムカメラで撮ってもうその場で出して現物で楽しむとかね、レトロなカメラを楽しむみたいな。カメラが本体がレンズ本体が30万50万100万ですって言われて何を言うとんねんっていう話じゃないですか。高すぎるわんなもんっていうところがあって、そんなんあったら引っ越しするわとかね、あのレベルじゃないですか。30万とかあったら普通に教習所習いに行くよっていう話やし、でもっと言うとカメラ本体が高くて買われへんのやったら、なんかしらいい感じで撮れる方法を探すのが普通じゃないですか。なのでそういった形でカメラを買う人がどん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 減っていくのは仕方ないと思います。なのでニコンが数年前から打ち出しているもうシェアを狙っていくんじゃなくて、低単価でシェアを狙っていくんではなくて、もう数は減るのはしゃあないと、ただ高単価で確実に収益を上げていく高単価戦略に舵を切るっていうのは間違ってなかったと思います。でその中で他のメーカーがどん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 高単価戦略も失敗しているメーカーっていうのはちょいちょい見かけるようになってきたじゃないですか。なのでそういった時に高単価出すんやったら、いや今使ってるメーカーじゃなくてニコンに出すわって人も増えてきてます。結構相談来てます。もうほんまに何百万単位で動くからほんまに真剣に相談乗って、アイスコーヒーでいいって言われた。はいって言ってアイスコーヒーをごってもうたりとかね。でアイスコーヒーでうわーってニコンでこう、まあその使い方やったらまあ正直ぶっちゃけソニーの方がいいんちゃいますかみたいな話をしっかりね、別にどっちからキックバックが入るわけでもないから、ニコンからソニーからキックバックが入るわけじゃないからね、私にあくまで一人のいろんなメーカーを利用しているものとしてお話しさせていただく。でそういったところが決まると、まあ購入3名5名10名ぐらいのハウスサイズとかやったらもう購入しちゃうけど、まあ決済権持ってるからね。でも大体スタジオ系になってくるとリースでね、まあお付き合いある企業様がいらっしゃるから、まあ借りるって感じになるんですよね、備品としてね。なのでまあそういったところでちょっとね、情報の出し方とか、求めてくる答えってのは変わってはくるんですけど、まあコンサル言うたら大げさやけど、まあそういった感じのお答えの仕方っていうのはご期待に添えているところがありますので、まあカメラ本体が高くて買えなくて高単価を出さざるを得ない状況なんやったら、どこにお金を出すのかを真剣に考え出す時代になってるなーって思います。でこの流れが定着するともう国内に数が出ないんでしょ。高単価では出るけど数が出ないんやったら、数を出そう思ったら国外に売り続けるじゃないですか。それは正しいと思うんです。なので富士フイルムさんは確かにまあいろいろね、言葉の表現方法はちょっともうちょっと愛着欲しいなーってのはあったりする、ビジネスライクすぎるってのはあるんですけど、まあやっぱり売り続けることを考えていくと国外に視点を向ける、視野を広げるっていうのはすごくいいことだと思います。ただ個人的には関税高なるんちゃうってなんとなく思ってんですよね。例えばですけど、めっちゃ勝手な予想ですよ、あくまで私の一人の予想です。車みたいに急にじゃあトランプさんが日本から入ってくるやつ関税バーンって5倍ねとか言われて、もう国内のやつしか売らへんように日本からカメラも車も入れんくするわってトランプさんが言ったら、一回なんかありましたよねってなったら、どうすんの日本、日本国内で売れへん、国外で大きいアメリカとかにも売られんと。だって中国も今実際 EV 系のやつがアメリカとか欧州側で関税バーン上げられて入れへん、売れられへん、じゃあ売れる市場どこっていうと、もう日本に売り込めっていうか、もう日本に送りつけちゃえぐらいの感じで今 EV の車来てるでしょ、あれも怖いねっていうところがあるんですけど、なのでどん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 日本の逆に車メーカーさんがいろんなことで弱体化させられていって、で EV がバン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 入って、入るのがもう日本ぐらいしかないからねっていうところで、日本もじゃあカメラメーカーなんかが、じゃあもっと言うと中国系が今レンズ作ってるじゃないですか、多くね作ってるけど、カメラ本体側もそこそこ絵の作り出すのも時間の問題やと思うんですよ。でどん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 日本より日本と並ぶぐらいの製品を中国とか、まあ、アメリカとかいろんなとこが作り出して、自国のカメラを売りたいってなってしまうと、日本のカメラ性能がいいで安い、売れるに決まっとる、じゃあ関税思いっきりかけて流通先駆したれってなるのは多分どの国もやることなんですよね。なので中国とかのカメラが発達してきて、 DJI とかが発達してきて、カメラ DJI 使えるように中国とかではします。で日本のソニー、富士、キャノン、ニコンとかが入れんくなる、関税かけられてってなると 20-30% の売り上げ取れんくなるわけでしょっていうのが 2-3 個出たら、
いや、さすがに映像事業撤退する日本のカメラ企業も出てくるんちゃうかなって思ってます。で、その時に国内で売る力を持ってるカメラメーカーは強いと思います。で、もっと言うと、日本のカメラメーカーが売り先、製品いいの作っても売れんくなる、売り先がなくなる、もっと言うと売り上げが立たんくなる、じゃあ新製品作る開発費稼げんくなる、じゃあどん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 目減りしていって新製品出んくなって、どんどん旧製品が増えていって事業撤退ってなるかもしれんし、もう一個、家電でよくありましたよね、買われちゃうっていうね。今回ね、まあニコンが、レッドね、買収っていう形で盛り上がりましたけど、あれ他人事ちゃうよねと思うんですよね。レッドを買収したニコンをどっか大型資本の国外の会社が買収しちゃうっていうのもあると思いますし、ニコンは頑張ってくれるかもしれんけど、例えば、富士フイルムの映像事業なんかが、まあ、OM デジタルソリューションズみたいに独立する形やったらいいと思うけど、全く別の中国系の会社とかアメリカ系の会社に買い取られて、まあ、一応富士フイルムの、まあ、XT とかの名前は残るけど、実際あの裏というか大元は国外になるとかね。もっと言うとキャノンとかも、もう映像事業撤退してシネマ事業の、商業用に特化してコンシューマー向けはもう作りませんみたいなところになったりとか、いろんなことが今後多分今以上にもう 2,3 社になるんじゃないのかなって思ってます。まあソニーは残ると思うけどね、いろいろ根っこが強いからソニーは残ると思うけど、まあそのニコン、キャノン、富士フイルムとかのそのカメラで、まあしっかりと真面目にやってきたところがどういう風に出るのかなって。まあパナソニックはその辺うまいと思いますわ、絶対ね、うまい立ち回りすると思う。なのでカメラ屋なのか家電屋なのかで、このこれからのカメラの動かし方、向き合い方っていうのは大きく変わるんじゃないのかなってのは思います。 DJI がもうそれこそキャノンとか買ったらほんま怖いよねっていうところもあったりするので、どのような未来になるのかっていうのをすごく最近、写真を撮りながら考えてます。あくまでね、私が今回話したのはラジオ感覚で聞いてほしい考察の話です。何一つ裏の情報はないし、何一つ現実起きえる話かはわからないです。あくまでカメラ好きとしてランチ食べながらぼーっと考えてた話です。でも自分の中では結構この路線パターン ABCDE とかがある中の一つのパターンとしてはありえるんじゃないのかなってのは結構思ってるところなので、今回動画にしました。逆に皆さんが、いや島さんパターンとはちょっと違ってこのパターン C3.5 とかがあるみたいな、なんかね、皆さんが思われるところとか、もうそもそも島さんの考察って根っこがずれてんよとかね、そういったところがあればチャット欄とかコメント欄で情報を教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。3万人5万人10万人と伸ばしていこうと頑張っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。写真集ジマチューブセレクトボリューム1、2作っております。72ページ80カットボリューム2は90カット組写真が多いからね、フルカラーの7色印刷、一般的な印刷物は4色印刷が多いとこ、7色印刷でゴリゴリのカラーにこだわって作っているキレッキレのね写真集でございますので、ぜひ興味ある方はチェックしていただけると嬉しいです。概要欄にね購入のリンク貼っております。あとはオンラインサロンですね、ジマチューブコミュニティ、写真とかカメラに関する交流の場としてですね、非公開な SNS になります。オープンな SNS もいいけど、結構ね今は政治的な内容とか、まあいろいろ疲れる内容が多いじゃないですか。なのでまあオフ非公開の交流の場で、本当にそのカメラとか写真のところに特化した、まあ、投稿の内容で、まあ、フリートークとかがあって、時折ここの何々美味しかったよとかはあるんですけど、もう全然あのカメラとか写真とか、もっと言うと皆さんの定期的に撮ってる写真が上がってくるので、ああこういった写真撮ってらっしゃるのねみたいな、見るだけでもね面白いものになりますので、ご自身の、お写真投稿していただいて、それに対して月1ぐらいでフィードバックで私自身投稿動画をね、オンラインサロン限定用でフィードバック動画なんかも作ってたりしますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。で、あとは機材の購入検討のね相談の場として活用していただくのもありだと思いますので、ぜひオンラインサロン写真集のチェックをお願いいたします。またチャンネル登録、高評価は無料でできる応援ボタンなんで、ジマさん何分喋ったん？45分、50分弱ぐらい、ペラ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 と、よう喋ったねというところで、暑い部屋でね、クーラー入れず、あのクーラーとか扇風機回したら、ふいーんって音が入るからね、こういったね、保冷剤を実はこう、膝の上とかに置いて、体温を下げて、あの、何やったっけ、
足の付け根とかって太い血管が通ってるから、冷やすといいって聞くじゃないですか。なのでそういったところをずっと冷やしながらね、保冷剤で頑張って収録しておりますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。